サミ・キャラハンはアメリカ合衆国のプロレスラー。本名、サム・ジョンストン。オハイオ州、ベルファウンテン出身。2006年、ファに入団してトレーニングを開始し、3月9日に BPW の1人世、イリミネーションタックマッチにてプロレスラーデビューを果たす。デビュー間もないながらも、ジョン・モクスリー、リック・リック、ペッパー・パークスで結成されたユニットである、ザ・クルーに、 メンバー入り。同年には、アイポにて、シングルで活動。2008年6月14日、CZW のイベントである、サマースクールに出場したことをきっかけに、定期参戦するようになり、9月13日の、クリス・キャッシュメモリアル賞では、バトルロイヤルで優勝を飾る。11月12日、ローにて、フォーコーナーサバイバルマッチで、塩崎強し、レッドタイタス。 クリズリー・レットウッドと対戦。12月5日、イワミッドサウスで行われた、ワンデイトーナメント、レボリューション、ストロングスタイルトーナメントに出場し、決勝でロデリック・ストロングに敗戦し、準優勝。翌日の6日には、タッグチームのワンデイトーナメントによる、で、マイケル・エルガンとクリッツ・エヌ・グラビーナルタッグを結成するが、こちらでも、準優勝で終わった。2009年、 トップファイターへと成長したことにより、各団体の主力レスラーとの対戦が多くなるようになり、CZW にて2月14日に、ブレインダメージから CZW アイアンマン王座をダッシュし、4月11日には、モクスリーとスイッチブレードコンスピラシーなるタッグを結成し、10月3日に WXW で WXW 世界タッグ王座をダッシュ。10月25日、 CZW にて、ダニー・ハボックから、CZW ウルトラバイオレント・アンダーグラウンド・王座を奪取した。2010年より、CZW にて、ヘビー級へと転向し、CZW 世界ヘビー級王座獲得に向けて、挑戦するも失敗することが続き、4月10日には、相棒である、モクスリーに挑戦するも敗戦。この敗戦をきっかけにタックを解消し、新たに、 上下ーをパートナーとして迎えた。2011年、ジュニアヘビー級へ再転校して11月12日に、アダム・コールから CZW 世界ジュニアヘビー級王座を奪取。12月3日、日米のインディー団体によるイベント、インディーレスリング。試合後に、佐々木から再選することを要求され、この要求を受け入れた。2012年3月、 第2本プロレスの一騎当選によるリーグ戦、ストロングクライムに出場するため来日。A ブロックにエントリーして発展を稼ぎ、決勝トーナメントに進出。準決勝にて佐々木との再戦が実現するが敗戦となった。4月には CZW のトーナメントであるベスト・オブ・ザ・ベスト11にて優勝を果たした。NXT2013 年5月27日。 WWE と契約を交わしたことを発表し、後に正式に入団。ソロモンクローのリングネームで NXT に所属することになり、8月29日のハウスショーにて、エグゼビア・ウッズと対戦した。12月5日、NXT ライブにてプロモーションを行っていたカリストを襲撃。陰気なハッカーというギミックで登場した。2014年、NXT ライブにて、 カリストや CJ パーカーといったレスラーたちを相手に構想を続けるがアピールすることができずにハッカーギミックを取り消して活動していたものの8月30日の NXT ライブにて足を負傷して離脱。11月より復帰して再び NXT ライブを中心に活動するが12月18日の NXT にてダークマッチでブライアン・ケンドリックと対戦して勝利した。 2015年2015年1月28日 NXT にてタイソンキット VS エイドリアン・レビルの試合においてタイソンキットが入場する最中にタイタントロンにハッキングして自分の名前を流す2月12日のテイクオーバーライバルにてチームチック VS ルジャドラゴンズの試合においてチームチックが勝利した際に画面を乗っ取り出場予告を行った そして同月18日、NXT にて自然環境の保護を訴えて、リング内をバリケードテープを張り巡らせた CEJ パーカーを襲撃。4月15日、2月に襲撃したパーカーとの NXT のデビューマッチを兼ねた遺恨戦を行い怒りにも、5月27日、メインイベントにてノンタイトルマッチではあるが、NXT 王座を保持するケビン・オーエンズと対戦し、 ランニングニーなどを繰り出し応戦するが、力の前に屈した。11月24日、WWE に自主退団する意思を伝え解雇となった。WWE 退団後、2015年11月28日、入りの衣臭を拠点とする AW のウィンディーシティ、クラシック・クシーにて、AW ヘビー級王者となったエディ・キングストンを襲撃しにサプライズ登場を果たし、 インディーレスリングへ電撃復帰を果たす。同月29日に CW のデッドオンアライバルにてに CW ヘビー王座を保持するショーンカーに挑戦。勝利してベルトをダッシュした。12月11日、PWG のオールスターウィークエンド11にてドリュー・グラックと対戦。最後にストレッチマフラーを決めて勝利。同月12日、 c z w k デスセベンティンにて、デビットスターと対戦。最後にストレッチマフラーを決めて勝利した。同月18日に CW クリスマスカオスに似て、マット・ハーディを相手に、王座戦を行い勝利。ベルトを防衛した。2017年11月、ワールドタックリーグ出場のため新日本プロレスに、初参戦。2017年11月より、 インパクトレスリングに参戦。2019年10月25日、金網マッチで王者のブライアン・ケージを破り、インパクト世界王座を獲得。ザ・アルファマイナス -1 アウターリミット王座ほか、アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。